さてと、まあ、里へぼちぼちとやっていきますか。一応やりたいことはやってもらったら、8時に終わっちゃったな。そう。そうなのね。山道ってね、橋を言うとね、疲れるんだよな。ついでに言うと、そう、滋賀に出たと言ってもね、滋賀市の方に出るにはだいぶまだまだありますからね。そう、とんでね。日野町も言ってひどいような、この辺りが増王か。日野町も平和堂とかあるね、あっちの、ところまで出ると、すごく栄えてますけど。山の方はガチで山なんだよな、日野も。で、これでグリム、冒険の森。わあ、秋だ。あれ、もしかしたらさ、あわよくばよ、近鉄道ターミナル駅完全制覇の旅を取りに行くっていうのもありか。あそこって、1日フリーパスとかあるのかな？あ、でもちょっとさすがにあれか。明日、バチクソ早い、シフトなんで。そうだ、明日、朝4時起きだからな。さすがに夕方夜までかかる撮影はやめとこうか。とりあえず、ずっと降りてた先に、セブンイレブンあるか、そこまではもうズドンと行っちゃうか。喋ってるところだけ使う、あとは。この辺りってでも動画で走ったことなかったっけ？あるよな。あ、我ら淡路島行った時だ。あの時に動画回してましたけど。あ、そっか。あの時はもうずっとうちの顔映してたんだ。どっさ回答して切った時ですね。ああ、開けた。いい天気だ。やっぱね、天気のいい時にね、撮影してね、天気は微妙な時にね、部屋でね、編集をすればいいんですよ。でね、あれだけストックを作っておけばね、そういった融通も効きますからね。はい、ガキ。いや、音はっすね。うんこ、すごいな。ああ。だからですね、会話機能のやつは多分、一般の人気をつけないといけないのが、ある程度こういった感じで撮ってるときは、周囲の音に負けないように喋らないと、多分、会話認識をまずしてもらいにくいかもしれない。山田さんはね、で、まあ、無駄に声がでかいんで、一回ちょっと音量を測ってみようかな。どれぐらい出てんだろうね、山田さん。音の測定器、あえていくらぐらいで買えるんだろう。あ、日野のナフコに売ってるから、まだ開いてねえか。まあ、ここ来たらね、なんか、スーパー寄りたいけどな。まあ、とりあえずセブンイレブンがこの先にあったよな。あれあったよね、セブンイレブン。
俺の思い違いじゃないよな。え、こんなとこなんかできてる。何の店だ。めっちゃできたって感じだったね。あと日の顔だもんね。はい。あれファンマが出てきた。ファンマやったっけ。あれ。なんか勘違いしてるな。いいや。ファンマが出たならファンマでいい。よいしょ、ちょっと寄って、ちらっと大見鉄道のデータだけ調べてみるか。ああ、でも多分さすがに大見鉄道行くのはあれだと思うしな。で、大見鉄道行くんだったら、サブチャンにできねえよ。だったらもうメインチャンネルのね、動画確認しないとね、さすがにね、申し訳が、たんや、いいよ、と。ちょいと寂しか。え、帰ったら帰るとこがあったらあれやけど。あと思いつかし。朝飯、帰りに行きましょう。さあ。まあ、大見鉄道はいいかなーっていう話をしてたんですけどね。なんか今調べとったらね、ちょうど、この9月の15日、今17日に撮ってるんですけどね、おとついから、なんか、ワンコインチップって言って、500円で乗り放題の切符を売り始めたらしいですわ。あ、なんかちょうどいいね。で、なんか日野駅でもね、朝の11時までに行ったら、なんか日野駅、ちょうど今日野町ですけど、あ、でも帰るらしいんで、こっからね、一軍昇格させるか、大見鉄道ちょっと行ってくるか、いいか。いや、サブちゃん頑張ればいいか。ダメ。あれですけど。ありか、ありだな。あー、ならありだな。行くか。じゃあ、ちょっと行きましょうかね。日野駅って車止めれるのかな？駐車場あるのかな？あ、一応あるっぽい。まあ、いくらかわかんないけど、まあいいや、500円だし、電車代が。うん。日野駅だから、スーッと行って、一回降りたらいいんだよな。フレンドマートだから、平和堂のところを降りて、商人街道の方入ってたらいいんだな。よし。これ何だったっけ。はぁはぁはぁ、オッケー。とりあえず、駅前まで行っちゃいましょう。で、意外と、ガッという企画になりそうで怖くなってきたぞ。よいしょ。